焦らずに店員が減るのをずっと待つのがコツなんで。都会の片隅で暮らす5人の家族、彼らの家業は犯罪でした。どうしたの？コロッケ食べる？それ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。誘拐である。どうしたのこれ？戻るって言うと思ったけどね。選ばれたかな私たち。これお前が好きなやつだ。そのうち教えてやるから。めっちゃ可愛いじゃん。ユリが映ってる。あーまずいな、これまずいよな。なんで行方不明になってから捜索願い出さなかったんですか？子供に万引きさせるの後ろめたくなかったですか？他に教えられることが何にもないんです。拾ったんです。捨てた人っていうのは他にいるんじゃないですか？次々と明かされていく家族の秘密。彼らが盗んだのは絆でした。これは内緒だぞ。俺たちは家族だ。万引き家族。